ユアダイアリより始まり始まりです。長峰くん、長峰くん、
でも幸せになれるのでしょうか。人はなぜ心に傷を負ってまで幸せを手に入れようとするのでしょうか。私はね、長峰くん、ずっと前に一番大切で幸せな時間をなくしてしまったんです。だから私は本当の幸せを知っているから、もう一度見つけたいって思っているんです。長峰くんにも本当の幸せが見つかるといいですね。キー、トモキってば。もう、やっと起きたよ。のんきに、夕日じゃないってば。もうホームルーム終わっちゃったよ。